絆。フリーランスのチェリストとして活動しています。普段はオーケストラが中心なんですが、クラシックからポップスなどいろいろなジャンルで演奏しています。渡辺ゆかりのモーメントオブライフ。初めてオーケストラをバックにソリストとしてコンチェルトを演奏した時の写真です。多分人生で一番緊張したぐらい緊張したんですけど、そのオーケストラが後ろにいてみんなで一緒に演奏するっていうことで、すごくなんかありがたみと見守ってくださっている感をこう背中で感じて、弾きながらずっと感動していました。だんだん緊張も解けてきて、なんか終わってほしくないなっていう気持ちになりました。今の写真のように、輝くために、またさらに輝くために、今渡辺さんがしている努力について教えてください。日々の練習と、あと常にその自分の音楽の良さと、あと足りてないところを見直して日々練習することです。また輝こうと自身を磨き続けている人、またひたむきに頑張っている人に何かこうアドバイスだったり応援のメッセージをいただけますでしょうか。疲れた時は休んで自分のペースで頑張ることが大事かなと思います。応援してくださっている皆様、はい、ファンの皆様に、はい、カメラ目線に、はい、メッセージをいただけますでしょうか。はい、いつもありがとうございます。このような状況ですが、私にしかできない音楽をやり続けていけたらと思います。いい意味で期待を裏切れるように頑張りますので、これからもよろしくお願いいたします。音楽を始めたきっかけは何ですか？母がチェロが好きで、最初は半強制的にやらされたんですけど、楽しくてずっと続けています。好きな食べ物は何ですか？ポテトです。あなたのストレス発散方法は何ですか？美味しいものを食べることです。今一番欲しいものは？ドレスです。あなたの幸せに最も欠かせない要素を一つ教えてください。睡眠です。愛用している楽器、名称やメーカーなどについて教えてください。楽器のラベルが正しくなくてちょっとよくわかりません。その正しくないラベルの楽器、どこが気に入っていますか？音色です。明るい音色なんですけど、深い音を出す時にはちゃんと深い音が鳴って、音色の幅が広い楽器かなと思います。あなたの勝負曲、得意な演奏曲を一つ教えてください。ポッパーのハンガリアンラプソディです。人生で一番感動した楽曲、アーティストを教えてください。人生で一番っていうのがちょっと難しいんですけど、最近一番感動したのはシェク・カネ・メイソンというイギリスのチェリストのエルガーのチェロコンチェルトを弾いてる YouTube を見て感動しました。発表会、大舞台で緊張を失敗しないためのコツがあれば教えてください。緊張は絶対にすると思うんですけど、その日までの、その頑張りで緊張と自信のバランスが変わってくるかなと思うので、練習量が大事だと思います。自分の演奏のここを聞いてほしい、自分の演奏の魅力について教えてください。温かい音色です。あなたのアーティスト人生で一番感動した瞬間、高ぶった瞬間を教えてください。オーケストラをバックにソロで弾かせていただいた時です。
アーティスト人生で挫折したことはありますか？大きな挫折をしたことがなくて、それを引け目に感じてるんですけれども、小さな挫折だと、まあ、とあるオーディションでうまくいかなかったことが大きいです。今までのアーティスト人生で一番感謝している人は誰ですか？家族です。共演してみたいアーティストがいれば教えてください。ツーチェローズです。